皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。ここは私のお庭の一年草を植えているスペースです。今、堆肥をすき込んで充電中です。おそらく土の中で微生物たちがいい土にしてくれていることと思います。とかくお花が少なくてお庭に出るのも億劫になってしまうような寒い季節ではありますが、この季節だからこそ楽しめるガーデニングがあります。今日はそれを皆様にご紹介したいと思います。冬は日陰になってしまう私のお庭ではありますが、わずかに残る日向ゾーンにはたくさんお花が咲いてくれています。まずはたくさん咲いているお花を摘んでいきます。色とりどりのビオラ、そしてアリサム。さらにはこちらの立派なストックもお花を摘んでいきましょう。そして地植えをしてあるジュリアン。寒さに耐えて頑張って咲いてくれています。こちらはグリーンアイス。さらには鉢植えのパンジーやビオラも摘んでいきます。では集めたお花をこのガラスの器に入れていきましょう。なんかたくさんのお花を見てるともう春が来たようなそんな気分にもなれますよね。続いて用意するのはこちら。100円ショップで購入した、多分ゼリーを作るような器だと思います。こちらに少し水を入れていきます。そしてこの中に先ほど摘み取ったお花たちを入れていくわけです。どれぐらい入れるのかとか、どういう色合いで入れるかっていうのはもうお好みで皆様のセンスにお任せいたします。ただ、入れたお花はですね、なるべくこう沈めてあげた方が仕上がりが綺麗です。多分なかなか沈まないと思うので、ちょっと時間を置いて沈めてあげるといいかもしれません。何を作ってるのかっていうのも大体想像はつくと思うんですけれども、あえて申し上げません。出来上がりを楽しみにお待ちください。水の量はですね、あまり多すぎない方がいいと思います。さあ、こんな感じで、お花を沈めつつ、一応これで準備は OK です。さあでは続いてのアイテムの準備に取り掛かりましょう。こちらもやはり100円ショップで購入した、多分なんかこうお菓子とか、今の時期ですとこうバレンタインデー用のなんかお菓子を作るような器だと思います。こちらに同じように摘んだお花を入れていきます。お花の表側を下にして入れていきます。お花だけではなくてこのようにグリーンだけで仕上げるものがあってもいいかもしれません。入れる量などは皆様にお任せをいたしますが、私個人的にはたくさん入れた方が多分仕上がりは綺麗かなと思います。さあ、このようにお花を入れた後にやはり水を注いでいきます。水を注ぎまして、こちらのアイテム準備完了です。続いてのアイテムはこちら。こちらも100円ショップで購入した器です。100円ショップでも本当に色々なものが置いてあって、なんかこう意外な発見があって面白いですよね。このお皿も私存在知らなかったんですが、意外な発見の一つです。全然関係ない話なんですけれども、100円ショップのレジ横の甘栗、ついつい手が出ちゃうんですよね。あそこに置くのうまいですよね。ついつい買っちゃいますね。さあ、この器にも水を入れて、そしてお花をたくさん入れて、上から蓋を閉じて、これで準備完了です。さあ、では最後のアイテムです。こちらはですね、お酒を飲んだりするとき用の丸氷を作る道具です。これは100円ではありません。以前 Amazon で購入しました。こちらにもお花を入れていきます。やはり、こう、外側に花びらの表が来るようにするといいと思います。そして、パカッとこう閉じまして、
こちらの器に規定量の水を注ぎ、ここに入れると。このような形で入れていきます。そして付属の発泡スチロールケースに収めて、これで準備完了です。残りのお花たちはフローティングフラワーにして家の中で楽しみます。そして準備したアイテムに関しましては、お庭で凍らせます。なので、なるべく、軒下とかではない寒いところで凍らせて朝を迎えてください。さあ、そして翌朝です。もうめちゃくちゃ寒かったですが、お庭に出るのが楽しみな朝でした。ちゃんと凍ってくれているようです。氷点下にならない地域の方々は冷凍庫で凍らせても楽しめます。さあ、それではまずはこのハートの器から様子を見てみましょう。慎重に外していきます。ハートが割れてしまったら大変ですからね。慎重にゆっくりと外していきましょう。さあ、どうでしょう。こんな感じに仕上がっております。若干やはり白い気泡は入りますが、それでも十分綺麗ですよね。綺麗に仕上がっていると私は思います。グリーン一色だと若干気泡は目立ちますかね。このように麻紐をつけてみました。裏はこんな感じなので、裏も綺麗に仕上がる方法があったらぜひ教えてください。柔らかい朝日に包まれるとより輝いてくれます。日の光を通すとやはりお花の色が際立ちますね。さあ、今度はこちらのリースを外していきましょう。こちらも慎重に外していきます。さあ、こんな感じで仕上がりました。やはり白い気泡は少し目立ってしまいますね。お花を底の方にぐっとやっぱりこう押し付けていった方が仕上がりが綺麗だと思います。このリースも日の光を通すと鮮やかさが増します。やっぱり氷のこのオブジェっていうのは少し溶けかかったぐらいが一番美しいです。ではこちらも中を確認していきましょう。蓋を開けて氷を取り出してみますと、こんな感じで氷の器が出来上がっています。もう少しお花を入れても良かったかもしれません。でも氷の器って斬新ですよね。なんかいろいろとこう使い道がありそうです。さあ、最後にこちらの中を確認していきましょう。これはですね、ちょっと衛生上の問題もありまして、家の冷凍庫で凍らせました。こちら中をご覧いただくと、気泡は下に集まっているんですね。なので上は透明な氷ができているはずです。慎重に開けていきますと、こんな感じ。中を慎重に取り出してみましょう。さあ、出てきました。お花が閉じ込められた氷の玉、勝手に氷球花と名付けています。この氷球花も少し溶けかかったぐらいが一番美しいんです。さあ、いかがでしょうか。やはり透明な氷の中にお花が閉じ込められています。日の光を通すとより美しさが増します。さあ、出来上がったこれら氷のアイテムたち、もう使い方は皆様それぞれも楽しんでいただいて、特に決まってはいませんので自由にお楽しみください。この氷球花を氷の器に乗せるもよし、紐をくくりつけて木にぶら下げて眺めるもよし。リースとしてお客様を迎えるもよし、おそらく寒ければ寒いほど長持ちすると思います。
私はこの氷の器にお花を入れて、そして水を注いでフローティングフラワーにしてみました。まあ氷ですから、いずれは溶けてなくなってしまうと思うんですが、その儚さを楽しみたいと思います。この氷の器ごと大きな器に入れておけば、この氷が溶けてもそのままフローティングフラワーとして楽しむことができるかもしれません。そんな楽しみ方もありですよね。この氷球花はグラスに入れて、そして炭酸水を注いで楽しみます。まあ、今回はあくまでも、観賞用として楽しみますが、まあ、実際にはですね、この氷球花の中に、清潔なハーブを入れて凍らすと、このようにしてハーブウォーター、ハーブソーダとして楽しむこともできます。実はこの氷球花はですね、夏頃にも一度ご紹介させていただいているんですけれども、まあ、当時は登録者の方々がまだ少なかったので、この美しさを分かってもらいたくて、改めて今日ご紹介させていただきました。綺麗ですよね。ということで、冬ならではの氷のアイテム作り楽しんでみました。いかがでしたでしょうか。私はこのアイテムを見ながら美味しいコーヒーを飲みます。皆さんはどうやって楽しまれますでしょうか。まあ寒いですから、ぜひ体調に気をつけて冬のガーデニングも楽しんでみてください。ではまた。